宿の最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。陣営の思惑通りの最内枠、今日はこの馬の大逃げが見られるか。オールアズワン。大きな舞台は鞍上の得意とするところ、おそらく一発を狙っているでしょう。ユスターブクライ。 G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。デンマドロール。ひときわ大きな歓声が上がります。負けられないライバルとの戦い、静かに闘志を燃やします。ザッツザデジャブー。前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。シェイクボタン。好位につけマイペースで行けばゴールが見える。アマミパンポポ。鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。当選ラー。さあ皐月賞馬の登場です。ダービー馬よりも皐月賞馬の相性がいい菊の舞台、縁起の良さも味方につけ2冠目を狙います。ベルシャザール。この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。当選プレイス。ついに大一番を迎えました。ライバル対決に終止符を打ち、目指すは G1 の頂だ。ウィンバリアシオン。決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり、自慢の末脚を見せるか。オーロララッキー。 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。ルルーシュ。 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。レイクハミング。 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。湘南マイティ。前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。エイシンジャッカル。 G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。インディアンモール。そこそこの人気を集めていますが、脇役で満足する馬ではありません。シェルイースト。前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。天馬パーティー。さあいよいよスタートです。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠の天馬パーティー。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはルルーシュ。エイシンジャッカル。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してルルーシュ鼻に立ちます。その後ろからはエイシンジャッカル。この馬も上がっていく構えです。さらにはレイクハミング。1番オールアズワン。その後ろウィンバリアシオン。どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から。先手を取ったのはルルーシュ。白の帽子オールアズワン。その後ろ当選プレイス。すぐ後ろ並んで13番レイクハミング。アマギパンポポ。すぐ後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。ルルーシュ先手を取りました。その隣にオールアズワン。その後ろからはレイクハミング。これに続いてアマギパンポポ。当選プレイス。すぐ後ろその外にオーロララッキー。黒の帽子テンマドロール。その後ろすぐ隣にシェイクボタン。その外からテンマパーティー。ザッツザデジャブー。この位置です。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のザッツザデジャブー現在馬群の中ほどにつけています。では前の方から。先手を取ったのはルルーシュ。並んで1番オールアズワン。その後ろからはレイクハミング。少し間が空いてアマミパンポポ。並んで9番当選プレイス。その外にオーロララッキー。その隣にテンマドロール。その外にエイシンジャッカル。さあ勝負どころ。京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭はまだ12番ルルーシュ。オールアズワン。ほとんど差がありません。レイクハミング。3番手ザッツザデジャブー。まだ来ない。後続も追い上げていきます。さあ先頭はルルーシュ。その隣からはオールアズワン。レイクハミング続いています。さあ決着をつける時が来た。ルルーシュ先頭。リードは3馬身以上。その差が広がります。2番手はザッツザデジャブー。あと 200m。 後続ははるか後方。後続は大きく離れた。
ザッツザデジャブ独走、ザッツザデジャブぶっちぎりです、ザッツザデジャブ1着2着はギュスターブくらい、ライバル同士まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはザッツザデジャブ。